フィンメッカニカ級アンサルドブレーダードライバーレスメトロ、日立製作所日立レール SPA、ドライバーレスメトロイタルデザイン、ジュージアーロ鉄道車両、ドライバーレスメトロドライバーレスメトロは、イタリアのフィンメッカニカグループの旧アンサルドブレーダ社、よびその後ろ身である、日立製作所参加のを経て、日立レール社が製造する、無人運転に対応した、都市高速鉄道向けの汎用鉄道車両のシリーズ。 およびそのブランド。2002年にコペンハーゲン地下鉄で営業運転に投入されたのを皮切りに、欧州だけではなく、アジアや北米各地でも採用されている。無線式移動閉塞による無人自動運転システムは、同じ日立系のアンサルド STS が主に手がけている。メディアを再生するコペンハーゲン地下鉄の内装車両は、 統一コンセプトで設計された車体を最小2両、編成長39から109メートル、増結は3から6両で自在に選択できる。車幅はローマとホノルル、リマを除き基本2.65メートル。車高は3.4から3.85メートルの範囲でカスタマイズ可能。客室扉は1両あたり片側2カ所が基本で、幅1.3メートル、高さ1.945メートル。 運転室がないため、先頭車では、客室からの全面展望も可能。エクステリアデザインは、イタリアの代表的な工業デザイナーである、ジョルジェット・ジュージアーロ用する、イタルデザイン社が手掛けている。3から4連の列車の場合、6つの三照、交流誘導電動機を備えている。個別の出力は105から1 2 8キロワットで、一台車単位では210から256。 キロワット、編成出力は630から764キロワット。各車両には2つのイベット、VVVF インバータ制御装置があり、直流線5 0 0 v での架空電車線方式を採用したローマ、リマイ以外は直流 750V での第三機場から終電し、参照交流に変換している。 最高速度は80時速 90km で、加減速性能は秒速 1.3m に、列車ドアの開閉は各駅のホームドアと連動している。コッペンハーゲン地下鉄の集中管理室運行は各事業者が設ける管制センターと整備工場で、コンピュータによる全自動化がなされている。自動列車制御装置は ATP、ATO。 ATS の3つの補助システムで構成されている。ATP は運行速度や出発時の閉じまり確認、分岐器の方向を管理する。駅周辺を除いて移動閉塞を用いている。設計は米国ユニオンスイッチシグナルが担当している。ATO は在線中の事前定義された列車の停車やドア開閉自動化するためのオートパイロットシステム。 ATS はシステム上の軌道、列車、管制センターでのリアルタイム表示を含む、ネットワーク内の構成要素を監視している。a t c は ATP がセーフティクリティカルな状態に陥った時や他のシステム、障害発生時に列車を停止させる。コペンハーゲンのドライバーレースメトロデンマークの首都コペンハーゲンには一号線と二号線に合わせて二十点五キロメートル二十二駅に、 およぶ、路線網があり、2002年と2007年に開業し、市街地とコペンハーゲン空港やアマーシマ、フレゼレクスベアを結んでいる。ドライバーレスメトロが初めて採用された都市で、3両編成の列車34編成が、終夜運転を含めにから12分間隔で運行中。シティサークルラインが2019年に開業し、m 4線も建設中。プリンセスヌーラ。 ビンとアブデラハマーン女子大学内を周回する、軌道交通として、全長 11.5km の専用メトロが2012年に開業している。ブレシア地下鉄の車両2013年に開業した、イタリアのブレシア地下鉄は3段階に分かれて、全長 18km、17駅の路線整備が進行中。90秒間隔で運転され、18編成が発注された。 ミラノ5号線車両をビニャーミ駅と M3 線のザーラ駅を結ぶ 5.6km、事業費5億ユーロを投じたミラノ地下鉄、M5 線の第一期区間は2013年2月10日に、2期目のスタディオジュゼッペ・メアッツァの最寄り駅3シーロ、スタディオ駅までを結ぶ区間は2014年3月1日に開業した。3期目と4期目の延伸事業も計画中。軌道はアルストム、 信号、通信はアンサルド STS、車両はアンサルドブレーダが受注している。ローマシー全長 25.5km のローマ、地下鉄シーは2014年11月に 17.6km が一部開業している。全線開業後は30駅が設置され、21駅が地下駅となる。輸送力は、 上下角2万4000人、毎時を想定しており、1編成6連の車両30編成が発注され、全幅がこの形式の標準的なものより20センチ、拡大され、編成定員も1200人を確保している。平均速度は時速 35km で、運転間隔は3から12分。総事業費30億ユーロで、工程は4段階に分割して進行している。 2014年に最初の区間が開業後は2015年、2018年、2022年に順次延伸される。ホノルルレールトランジットの車両ホノルルレールトランジットは、米国ハワイ州オアフ島でホノルル市街と空港を結ぶ空港連絡鉄道。2020年に21駅で暫定開業、翌年25駅を追加した全線開業を目指している。 2016年にカリフォルニア州ピッツバーグの工場から第一編成がハワイへ輸送された。台北環状線の車両台湾の台北都市圏、中心部から放射線上に伸びる既存の台北都市運動線を郊外部で結合し、最終的には全長5 0キロメートル超の環状路線となる構想。4分割で計画が進行し、 このうち着工済みの一部区間 15.4km14 駅が2020年1月に開業。台北市政府派や運行定局と4連の電車17、編成を納入する契約が結ばれている。台湾鉄路管理局 EMU300 型電車以来、約30年ぶりにイタリア製車両が台湾で投入されることになる。二編成は完成車としてイタリアから運ばれるが、 15編成は台湾車両行使によって台湾で組み立てられる。当園機場ハヤウンとの乗り換えがあることから空港利用者の便宜のため大型荷物を設置するスペースが設けられている。ギリシャ第二の都市テッサロニキでは2006年から本線が寄港2020年に開業予定で総額8億ユーロを投じて工事中。 9.5km の地下路線に13駅が設置され、アテネ地下鉄を運営するアッティカメトロ社が運営事業者として3.1編成の車両を18編成発注している。それぞれ 5km の支線系統2本も整備中。ペリューの首都リマで建設中の市街を東西に貫く2号線と途中で2号線に接続し、ホルヘチャベス国際空港へのアクセスを担う4号線支線で、 採用が決まっている。4号線は2段階に分けて、開業予定で、2号線の車両は2016年8月16日に、されるのから、会場輸送された。ローマに続いて、河川終電方式を採用し、日立を含むコンソーシアムは30年間の運行と、保守業務を受け負っている。台湾最大人口を要し台北都市運が市内に延伸されている、新北市でも、 独自の早運路線が計画され、に来た都市運の路線として、台北都市運番南線の終端町保駅から、三京区、うぐいす区を結ぶ山、うぐいす線が2023年末観光、開業予定で整備中。アンサルド・ブレーダが、日立レールイタリアとなってからは、初の受注案件で、台北の環状線の半分となる2両1編成の、車両29編成が、 北市政府派や運行提供から発注された。当初は全編成イタリアで製造される予定であったが、途中の編成から輸送コスト削減のために、日立製作所、か戸と事業所で製造される予定である。ありがとうございます。